私何倍も大きい相手のことを吹っ飛ばしたりとか転がしたりとか、よくその大きい人に聞かせたから偉い的な風潮じゃなくて、もちろんそれ聞かないとダメだし、あれなんだけど、で私の言ってる 内臓っていうのは瞬間で要はこう時間の短縮を、ね、10工程あるところをだいたい 5.5 工程ぐらいでペッってやるんで、ちょっとそういうサンプルをね、生徒で今日ぜひ、いや100分は一見に近くなんで、はいはい、じゃあお願いします。今からちょっとこの彼とやるのは、はい、その倒し方とか、はい、こうやったらほら強いだろうっていうんじゃなくて、難易度っていうのはどうやって、そうですね、鍛えてるか、ぜひ見たいです。ブーンときたのをこのお腹に入れるね、ゆっくりゆっくりこうなるね。でこれはさくらさんが女性だからじゃなくて、相手がプッシュしてこうやっても同じことなんだよ。要はここに入ってるか入ってないか、まず一つこれを本気感と、うん、マイさん本気押してください。こう、ね、こういう風にして、で結局これをじゃあ今変えただけなんで、少しプッシュやってこうお腹入れる、おおこうね、ほんのちょっとこうするっていうことはやっぱお腹だよね。こう来た時にもうここで、おお、もうここでここで上げれたんだよね、もうお腹で。じゃあ先生は今の技は全部ここじゃなくてお腹でやってるんですか？全部お腹ですね。はうん、だから本来は打ってくるのを、これは回しなさい、はい、お腹だったら、まあ、こんな感じだよね、はい、私がすると、まあ、こんな感じだよね。だってお腹になんか入れてるんですか？ドラえもんくない。まあでも本当、だからかかってる状態っていうのはこのくらいなんだ、これ、うん、このくらいの圧力、これで110キロもかかる。そんな圧力感じないです。感じない、はい、これってお腹って、ここの力で、これじゃないよ、うん、お腹って、これなんだよ。あー、これにもお腹入ってるね。で、これで、ちょっと、ぼかすとどうなるわけでしょ。そう、これはここだけでこう回してるわけで。面白いです、今の。こう持たれて、それを背中とお腹に、これってきついじゃん。無理があるからね。うん、こうやったら私の方が、もうきつい、うん。ということで、ここにもう最初から内圧がかかって、それでここはエレベーターなんだ、自然にもう動くようになってるわけね、こうやって先生の大丈夫、大丈夫、大丈夫。だからこれが例えばこういうエグザンプルで、例えばこうパンチになったり蹴りになったりいろいろするわけで、うん、まあこれはもう動きだから、ここやられてこうなるんでも、こうなるんでも、またはこうやってこうやるのも何でももう同じだ。実際外側はただ内部の力についていってるだけなんで。じゃあこれはエネルギーをただ、まあ、伝えてるだけ。パイプみたいなもので全部エネルギーはここから来てるってこと、うん、そうだね。だからこうやって片手で持たれてる、こうやってありえないだろ、110キロ片手。それもこのお腹なんで、うわだけど、ここはお腹だよね。うわっ、まあ、ちょっとこうね。でも、本当は技術ってこうじゃないんだ、はいはい、本当はグッと持たれた瞬間にこうやって、はい、こうやって、もうこうやって制御するわけね、こう、いろいろ。だから、そういうふうに、本当は技っていうのは全部流すことだけどね。あ、でも、柔らかいでしょ。柔らかいです。内臓っていうのは、柔らかいんで、押し返せないんです。そう、内臓っていうのは、はい、力感とか、その体幹の力がないんで、こうなの。これ押せない。うん、これそう。これ。これなんか吸い取られてる感じがします。まあ吸い取られてる。吸い取られてる感じがします、先生に。ここのところのスペースが大切になってくるね。バッてやったらこれもそうね。バッて。おお。まあ同じだよね。ちょっとこう回すだけだね。だからこれブロッキングじゃないからね。ハードにハード。これで止められてる。ここで止めるんだよ。ディフェンスじゃないから、ここをこうやって止めるの。お腹で止める。そう。お腹で止めたんですか。お腹で止める。ここでお腹で止める。ここに入るから、あと軽く。いやー、すごい。ちょっと今までの概念だと、多分あれですね。全く違うもの。打ってきて、例えば、パン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 とかやるのと、そういうのと、
本当にこう軽くやる、こう軽く、軽くこういう風にやる、それが結構あの簡単にやってるんだけど難しいんだよね、浮かしてるからね。マイさん大丈夫ですか？じゃあちょっと実際に内臓っていうものを具体的にちょっと分かりやすく、本来は思い切ってくるのを、内臓っていうのはそのそ内側の原動力によって外側をやるわけだから、うん、はい、こう手を押す、で押したり足腰で押すっていうのはこうじゃないね。で相手が来たことを、これは私の体幹で押してるっていうかタイプでね、だってここにあるところはここに吸い込まれるから、これはもうこういうふうにしてこういうことだよね。押してないんだから。先生はこれを押し返そうとしてるんじゃなくて、もらったものをここに入れてるだけだからね。打ってくるのをこう返してるわけね、実際は。というか内臓で回してるわけ。ここが回ってるから、はい、常にこういうふうに、まあ、なんか技術的にはいろいろなるっていうだけで、ここが回ってるのが手が回ってるんで、ということは手がなかったらこういうことになるね。こうやって受け入れてないんだよ、うんうん、受け入れたら入っちゃうんだよ、はい、だからこの時に電気走ってるんで、これバーンって発動してるように、それをまあ思い切ってきたらこうしてるだけで、手首やばくないですよ、うん、こういうことね、ほら強く打てば打つほどそっちは打ってるんだから、うん、で私は打ってなくて重心がものすごく下に行ってるから、ディフェンスだったら私は必ず次にぶつかるけど、ね、そうそうそう、うん、それをこうやった時にはもう全この力がここに乗っかってるわけだね。本当は触れてる時には本当は行ってないとダメだよ、本当バーンバーンって行ってないとダメなんだけど、これがもうここに来てるわけ、それがほらこういうふうに重さとして乗っかってるわけ、うん、まあ痛いよね、こういうことだよね、少しね。これだと痛いんで、はい、痛いっていうか、私も人間なんでバッてくるのを、もう、まあ、こういうふうにして、もうなんていうか、まあ、もともとここが動いてる、動くんで、はい、まあ、投げ捨てるようにして、はい、パンってやってるだけなんです。来た力に対して、これを拮抗させてどうにかしようんじゃなくて、ベクトルとかも何も外してない。そういうことですね。あ、まあ、そう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 すると力いらない。ということは、まあ、内臓の、まあ、小的に言えば、はい、要は重心のグラビティ落下、こういうのも全部内臓に圧縮がかかるんだなっていうので、私も内臓がちょっと体験できるような何かがあれば、で私からすると、はい、グーッときても下がれば下がるほどなんかそういうふうに腰だけになっちゃうね。あの私も腕だけじゃなくて、うん、私の体ごと下げられるような感じ。生徒たちにやったのは、はい、その落ちるプロセスで、はい、ぐるっと来て落ちるプロセスで音楽をこう飛ばしてるだけ。ああ、はい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 、だいたい0コンマ、はい、0コンマ何秒ぐらいかな、これちょっとこの私も内側に来ます、ね、うん、来る、はい、来ると思います。私も内側に、これだと内側来ないもん、ね、これは側ですね、側です、外側だよね、はい、そうそうそう、だから内側に来るっていうことはアクセスをここにしてここをこういうふうにやってもらわないとダメなんで、ちょっとそれを体験してもらうから、はい、じゃあちょっとセットをお願いします。で、まあ姿勢をつけてね、はい、でまあ、彼も結構もう空手やってるから、はい、この辺がすごい強いんで、はい、それを今度押してきたのを私からこうやって、はい、あの 体自体を今押してます本当に、で少しこうそのままあ、おいいけるじゃん、うん、ちょうど、まあ、私がちょっとかんあのジョイントをいじって、はいはい、彼が来るのを、はい、ここ対ここで対決させないで、はい、中に入れていくっていうことをちょっとやる、最初は。これは本当にあれですね、女性でもできるっていうか、体格関係なし、まあ、圧がかかるからこうなってじんわり来るんだよね、結局は、うん、でもしそれがなかったらこうやって弾けるよ、はい、うん、これが弾けてこう手でやってね、でこれを内臓でするとこうちょっとさブンってこうブンって言ってるこうなるわけで、これって本当はガンって本当は一回ディフェンスで受けるよね、ここまで打ってるんだからって、でそれをこうなるで、こうなる、もっと思いっきりこうなってきます、でこれでもう面倒くさいんでここで、はい、あははは、